皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は御殿場西高校の塾対象説明会、こちらのお知らせです。日時令和4年9月27日の火曜日、受付は10時40分から10時50分、募集説明会の方、こちらが11時から11時45分になっています。この説明会は学校とかコースの紹介、そういうものはありません。募集に関するものだけ、これに関してだけを行う短縮した説明会になります。この学校、自分的にはですね、コースによってレベルが違うので、コースの説明はちょっと欲しいななんて感じています。場所は御殿場西高校のスカイホール。この申し込みの締め切り9月の20日の火曜日です。申し込み用紙をファックスまたはメールで送ってくださいということです。申し込み用紙が届いている塾さんは、20日に間に合うように送ってください。なお、うちは届いていないという方は、御殿場西高校の入試広報部の方に問い合わせをしてみてください。申し込み用紙を送ってくれるか、またはメールでの連絡で参加できるようになると思います。今回は御殿場西高校の塾対象説明会、こちらのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。